身長ビヨーン、医師医学博士、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日も身長に関することを発信していきたいと思います。本日お話しさせていただくのはこちら、両親の身長から予測される最終身長です。タイムラインはですね、1番、両親の身長が予測される男の子の、式ですね。2番、計算式の持つ意味。3番、計算式を拡大解釈した場合、165、170、175、180センチのお子様のために必要な両親の身長ですね、紹介していきたいと思います。1番のですね、まずは、両親の身長が予測される男の子の計算式について説明させてください。ターゲットヘイト&ターゲットレンジフォージャパニーズチルドレンということで、2007年に発表された、現在ですね、浜松医大の教授の岡田先生が、書いてくださった論文になります。ですね、まあ結構ね、この式、両親の身長足す13割る2っていうね、この式はですね、まあ特にこのチャンネルをね登録していただいている方はですね、まあ、身長通の方が多いですので、もうご存知の方が多いんじゃないかなと思うんですけども、この式はですね、こういったですね、こういう論文をもとにですね作成されたとか、ですね、論文で発表された式だってことね、初めて知った方も多いんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。例えばなんですけど、今ね、お伝えしたの式、まあ父親の身長だと母親の身長だと13割る2ですね、これにですね、まあ現在のいわゆる平均身長、男性であれば 170.6 センチ、女性であれば 157.9 センチですね、そういった身長ですね、この式に当てはめてみると、じゃんということで 170.75 センチということで、まあ当たり前なんですけど、平均的な父親と平均な母親から平均で子供が生まれるってことがね、この式からわかるかなと思います。まあ逆に言うとなんですけど、平均的な父親と平均的な母親から平均的な子供が生まれるでしょう。それはまずですね、仮定して作られた式だというふうにも言えます。で、次のポイントは、最後にですね、プラスマイナス9センチってところについてくるんですよね。で、まあまあ、ここの部分なんですけど、まあ、さっきの式に当てはめてみると、170.75 プラスマイナス9ってことで、161.75 か 179.75 ってことで、かなりね、幅が広いレンジだと思うんですけど、例えばですけども、日本人のいわゆる一般的な身長何センチぐらいですかっていうふうにね、言われると、160から180センチみたいな表現になってくると思うので、平均的な父親で平均的な母親から平均的に子供が生まれて、その子供はですね、いわゆる日本人の一般的な身長の範疇に収まるでしょう。そういった式になってきます。で、なんかね、こういうことを説明するとね、それは当たり前じゃんということをね、言う人もいるんですけれども、その当たり前をどうやって表現するかってところが、ね、大事なところなので、まあ、それをね、やった論文になってきます。まあ、逆に言えば、当たり前の数値になるように作成されているとも言えると。例えばなんですけども、これはね、当たり前が当たり前のようにね、されなかったらどういうことが起きるかっていうと、父親が170センチ、母親が157センチで、子供が4メートル50センチになりますなんてね、そんな式が出てきたとしたら、もうその式は意味がないわけなんですから、こういうふうにしても、当たり前のことが当たり前のようにしてできるってことはね、すごくね、素晴らしい式だなと私は思います。まあ、いわゆるですね、まあ、占い的な式ではなくて、生物学的に意味をなす式っていうふうにね、表現もできると思います。それに今ですね、計算式の持つ意味、ちょっと今ちょっと紹介しちゃったけど、まあ、そこをもうちょっと説明させてください。この最後の13ってところね、ここ気になる方も多いと思うんですけど、この13っていうのは、いわゆる平均的な男女の身長差を表しています。こちらがですね、論文中の表になってくるんですけど、一番左がね、イヤー、年。そして、左がボーイズ、男性、女性、で、そして D がですね、身長差っていうような形で、まあ、17.5 歳の時の男の子と女の子の、ある年別のですね、身長が書いてあって、さらにその身長差が、記載されております。まあ、例えばね、一番、上の部分ですね、見てみると、1985年の男の子の身長は 170.2 センチで、女の子の身長は 157.6 センチでした。つまりその身長差は 12.6 センチでしたってね、そういったこと、そういったね、式になってきます。2000年以降のデータを見てみると、大体なんですけど、12.7 から 12.9 センチがいわゆる身長差って呼ばれることかな。のでまあそうすると、じゃあ例えば、ね、単純にその平均を取るんだったら 12.8 ぐらいがですね、おそらくいわゆる平均になってくるので、最後のプラス13じゃなくて 12.8 の方がいいんじゃないかっていう、ね、意見も出てくると思うんですけど、まあ一つですね、式をかっこよくするために整数を採用したっていうところが一つと、あとは 17.5 歳のこれ身長差になってくるので、男性の方はですね、17.5 歳からもちょっと伸びるでしょうってことで、そこの部分もね、加味して13という数字が採用されているようです。はい、ということでね、まあ先ほどね、最初にお伝えした式なんですけど、まあ 170.75 にプラスマイナス9すると、161.75 か 179.75 になりますよというような式が出てきました。そんな感じですね。で、まあね、この式はね、まあ、いわゆる平均で今ね、この式を当てはめて見ていったんですけど、まあ、ちょっと極端な例でも見てみましょう。例えばお父さんお母さんが高身長だったら、
いわゆるプラス 2SD って呼ばれるような身長ってどうかってところをね、当てはめてみると、お父さん 182.8、お母さん 167.5 だった場合は、じゃんってことで、その差は 15.3 ってことで、ちょっとね、その差がですね、ずれてくるんですね。さっき13とお伝えしたのが15になってくるってことで、予想される身長 181.65 ってことで、まあちょっとお父さんの身長より低くなっちゃうっていうのがデータが出てきちゃいます。で、逆にね、一回 2.5%、マイナス 2SD のお父さんとお母さんのバージョンだとどうなるかという、例えばお父さんが 159.1 センチ、お母さんが 147.6 センチだったらということで、その身長差は 11.5 センチになってくるので、予想される身長 159.85 ということで、ここもですね、お父さんと、まあ、一応 0.75 センチぐらいずれていきます。で、まあ、何を言いたいかというと、まあ、そんなに今 0.75 とか、まあ、そんなにずれてないと思うんだけど、まあ、そんなことよりも、この式っていうのは当然なんですけど、平均と平均の組み合わせが最も精度が高くて、平均から離れると予想精度が落ちるっていうのが一つの特徴になってきます。でさらになんですけど、例えばね、両親 A、 例えばお父さんが 180cm、 お母さんが 140cm、 ものすごく身長差が激しい、ご両親だった場合、次両親 B165 と、お母さん155と、まあ、いわゆるまあ平均的な身長差ぐらいだった場合っていうのね、この両親 A と両親 B で計算すると、子供は両方とも 166.5 プラスマイナス 9cm というふうに予想されるんですけど、まあ、当然なんですけど、両親 A の方が、高身長にも、低身長にもより一層なりやすくなりますし、逆に両親 B の方は無難に 166.5 に収束しやすいというような性質もあることが言えますので、注意が必要だと思います。今ほどね、お伝えした式はですね、まあ、2007年に発表された式なんですけど、実はこれですね、まあ、セカンドエディションみたいなもんで、ファーストエディションが実は存在してて、1990年にですね、まず、土井西尾形先生が発表されている論文があって、その時はですね、プラス2されてるんですね。これはどういうことかっていうと、1世代あたりプラス2センチぐらいしていたっていうのがですね、1990年の、時代なんですね。まあ、お父さんにもお子様の方が大体2センチが高かったってことで、ね、加味してプラス2っていうのがついてたんですけど、まあ、現在ではですね、まあ、そういったことはなくなってますので、まあ、プラス2は今ないのが正しいです。ね、まあ、ちょっとね、歴史を紐解いてみると、1950年の時の平均身長 161.5 センチだったそうです。1960年ほとんど変わらない 161.1 センチ。で、1970年になってくるときね、ぐーんと上がってきて 165.9。そして1980年になってくると、もうほとんど現代の身長と変わらないような 170.4 センチになっているそうなので、まあこうですね、まあいわゆる1990年の論文が作成された時とですね、まあ1世代あたりですけども2センチ程度高くなったというふうに、言われていますね。で、まあ一方でなんですけども、1990年頃からですね、日本人の平均身長は逆にあまり変わってません。で一部なんですけど、まあ日本人のね、女性がですね、まあ痩せるのがね、B だみたいな感じで、まあ妊娠中もダイエットしたりとかして、その影響で、身長がですね、まあ低くなってくるというね、データもありますので、まあ今後注目になってきます。それは3番、計算式を拡大解釈した場合、165、170、175、180センチのお子様のために必要な、両親の身長を紹介して終わりたいと思います。ということで、まあ、例えばですけど、父親が160センチ、母親が150センチだったら、計算結果は 161.5 センチ、つまり、お子様は 170.5 センチに最高でなれるというような表現ができますので、まあ、それをもってですね、まあ、170センチになるために最低限必要な両親の身長と。165センチに必要な身長みたいなね、そこを計算していきますよ。はい、ということで、170センチのために、必要な最低身長を計算してみましょうということで、計算するとこんな感じ。両親の身長の合計が309センチあれば、170センチで、ね、子供が超える可能性があるというふうに言えます。はい、どういうんですけども、まあ、同じことをね、繰り返していくと、299センチ以上あれば、子供は165を超える可能性があります。309センチ以上あれば、170センチを超える可能性があります。319センチあれば、子供は、ね、175センチを超える可能性があります。329センチあれば、ね、子供は180センチを超える可能性があるというふうに言えます。はい、ということですね。まあね、今日はね、まあ今日に限らずなんですけど、まあこう身長ね、語るときって結構ね、こういわゆる、まあ、確率論だったりとか、統計論をね、掛け合わせたようなものになってくるので、まあある意味、机上の空論みたいなところもあるので、まあこれをね、全部、鵜呑みにするんじゃなくて、ケースバイケースね、また考えていければと思います。はい、あとはですね、これ、まあ、全然別件なんですけれども、概要欄の方にも貼っておくんですけど、私のクリニックですね、8月に新規オープンまたね、しますので、その新規オープニングスタッフの方で募集しておりますので、求人動画の方もですね、ぜひですね、まあ、知人の方にですね、まあ、看護師さんだったりだとか、医療事務さんだったりだとか、あと理学療法士さんだったりだとか、あと放射線技師さんの方ね、いらっしゃったらぜひね、動画の方を見ていただいて、もしね、私ね、仕事してもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡のほどお待ちしております。それではまたよろしくお願いします。バイバーイ。